こんにちは辰野の八木醤油です今日は辰野市の三津町にやってきました三津、えー、町の室津港ですね、えー、漁港にやってきております、えーえー、室津では、えー、近年、えー、柿の養殖にとても力を入れておられますね、えー、古くから、えー、栄えた室津の、えー、港ですね とても美味しい牡蠣ですねそれからその他魚介類ですね、えー、ぜひ皆さん三津、えー、町室津にお越しいただいて、えー、お食事や買い物とか、えー、観光を楽しんでい,いただけたらと思いますので、えー、よろしくお願いいたします